栃木の名店を訪れて美食をめぐるとちめし。宇都宮市馬場通りに店を構える燻製料理の専門店スモークマン。ニューヨークのレストランを思わせるようなおしゃれな店内では、食材をよりおいしく味わうために手間暇かけて作られたこだわりの燻製料理を味わうことができます。燻製をすることによって、素材の旨味を引き出したり、香りというエッセンスを加えることによって、奥行きのある味わいを味わえると思います。そんなスモークマンで売り切れ必須の人気メニューが、栃木和牛を使った燻製ステーキです。上質な栃木和牛に塩コショウで下味をつけたら、熱したフライパンで焼いていきます。両面こんがりと色づく程度に火を通すと、お肉の旨味を存分に感じられる最適な焼き加減に。ほんのりピンクに色づいたお肉が食欲をそそります。ここに香り付けでタイムを乗せたら、桜チップを敷き詰めたダッチオーブンの中へ。トリュフの風味をつけた特製溶き卵と一緒にしばらく火にかけたら、柔らかく甘みのある栃木和牛に香りのスパイスを加えた燻製ステーキの完成です。一緒に燻製した卵ソースにつけていただきます。噛めば噛むほど口の中で香りが広がっていくような、味わいですね。また締めには燻製卵ソースを使った卵かけご飯がおすすめ。肉のうまみと燻製の香りが溶け込んだ卵はご飯との相性抜群です。一度食べたら癖になる香りで楽しむとちめし、皆さんも一度召し上がってみてはいかがでしょうか。